んない。ありがとうございます。スカイマが失礼したわね。もう待って、おいだ。何の因果かポンコツウィッチが3人も出くわしたってわけね。ジニーちゃんはポンコツってわけじゃ。このご時世に戦力にもならないウィッチなんてポンコツ以外の何だってのよ。ウィッチの魔法は20歳を過ぎる頃には失われてしまうそうだけど、その後の人生の方がずっと長いんだから。落ち込んだ時も楽しい時も何でもない時も歌を歌うと幸せな気持ちになれるから。